はい、こんにちは、サイです。今日はですね、肌色のメイキングをやっていきたいと思います。で、使うのは E の50と YR の20ですね。基本的には E の501本でやっていくんですけど、まあ、濃い影とかを YR の20でつけていこうかなと思います。で、まず、ベース色はこれ E50 で塗っていくんですけど、コピックはですね、基本、とにかく早く塗ることが大事です。で、乾いちゃうとコピックって結構色が変わっちゃうんですね。乾いた上に重ねていくと。なので、もう結構、乾く前に、どんどん、ターゲットになるところを重ねていくと結構自然な仕上がりになります。で、今結構これも1本でやってるんですけど、1本でもこんな感じで結構影っていうか何ですかね、色のムラってつくんですね。で、じゃあここにもう1本 YR20 を入れていくと、入れて、で、なんか黙っちゃいますね。E の50を、で、伸ばすっていうんですかね。伸ばしていく感じです。で、今回、光源は光がこっちから当たってるっていう設定なので、基本的に顔の外側が白くて、白いっていうか、光が当たってて、で、そこに影が落ちていくっていうイメージで塗ってます。最初このどこに影ができるのかっていうのが分かんない場合は、下書きじゃねえや、下書きのもう一枚コピーとか取って、そこに影を入れてみて、ここにじゃあ影を塗っていこうっていうのを作っておくといいかなと思います。で、これ塗るときはコンピック結局乾くのが早いので、パーツごとに分けて、顔は顔で塗って、で、首は首で塗るぐらいの分け方をしていかないと本当に乾いてしまうので、で、乾いてから影を入れるのはなんか本当に難しくなっちゃうんですね。っていうのは、なんか、ものすごくムラになっちゃうんですね。乾いてから入れると。なので、乾く前に、どん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 色を足して、にじませていくって感じですかね。にじませていくっていうか、ムラが、自然なムラになるようにしていくっていう感じですね。で、結構わかりますかね。最初に塗ったとこに比べて、この辺ってまだ乾いてないので、色をどんどんまだ重ねられるんですよ。でも、ここに今色を入れようとすると、もう完全に違う色が入っちゃうんですね。パキッと別の色が。なので、もうコピックは本当に時間との勝負と。で、逆に言うと乾く前だったらいくらでも色を足していけるので、不自然にならずにってことですね。足していけるし、ぼかせるしっていう感じですね。
で、逆にパキッとさせたいときに効果として、その上から塗っていくっていうのは、ありかなと思います。こんな感じですかね。はい、というわけで、肌色のメイキングでした。以上、ご視聴ありがとうございました。